はい、どうも、しんやんです。あなたの価値を教えてくれ。続きからやっていきたいと思います。前回の続き、サリちゃんが追っかけ回されてたね、ストーカーから。怖かった。チラッと画面端に映ってたもんね。あれはやばいよね。で、逃げ込んだアパレルショップの店員さんが死んでたんだよね。どうなるんだろうか。まあ、行こうか、続きから。事件発生。はい。何から始まるかな ?1997 年ってことは、過去話だね。多分殺されたアパレルショップの店長さんになるのかなのお話だと思う。過去のね、前回もね、殺された人たちの過去話だったし、こうやって一人ずつ触れていくんだろうな。お願いします。あと1年だけ待ってください。必ず借金は返しますから。俺がそんなに待てると思ってんのか。あ、めっちゃキレてるよ。え、誰だこれは。子供かな。ううお願いします、お願いします。ダメだ、とにかくお前は来い。どこにですか。総長の元だよ。てめえの仕事については省庁が直々に説明するんだ。ありがたいと思え。被害者が女性だった場合は風俗とかそういうところに連れて行こうとしてるのかな。あなた、いや違う、夫か今連れてかれたのは。おいおい、あんまり騒がないでくれよ。君みたいな可愛い子が俺以外の男を求めてるの見ると嫉妬しちゃうからさ。あ、たまり込んだ。じゃあ君の仕事についてはまた後日伝えに来るから。臓器売買か、もしかして。どっちだろう。薬を運ぶ仕事とかもワンチャンあるかもね。わかったか、以上がお前の仕事だ。どんな仕事なんよ。はい、では失礼しました、総長。おい、行くぞ。次に若頭を紹介する。少しここで待っていろ。ヤクザに絡まれてんね。あ、はい。あ、おい、そこの新人。誰だ？何ですか？警戒しなくていい。俺はお前と同じような理由でここにいる。あらら、借金を作ってしまったんだね。なあ、こんなクソみたいな仕事、すぐに抜け出したいよな。そりゃそうだか。なら俺が一気に状況を打破する方法を教える。それで俺ら二人でこの借金地獄から抜け出そう。これ騙されてるやつじゃん、X 君。なんだと？え？やつが戻ってくる前に手短に話す。総長の部屋にある机の引き出しに将棋の駒が入っている。それを盗み出すんだ。え？もしかして、お父さん？犯人。そんなわけないかな。将棋でしょ？これユーマの親父さん関わってくんじゃね？どうなんだろう。将棋の駒？その駒はそこまで価値があるのか？ああ、そこそこ価値がある。だがただ売っても俺ら二人の借金は返せない。うん。意味がないじゃないか。話を最後まで聞け。実はこの駒、ある男が死ぬほど欲しがっているんだ。そいつを利用すれば借金など簡単に返せる。誰？そんな欲しがってるやつって。いいか、俺にはあの部屋に入る機会がもうない。だから新人のお前がやれ。だがそんなものを盗めばバレるだろう。大丈夫だ、スペアを俺が用意する。あいつは駒になど全く詳しくない。すり替わっていても気づきやしないさ。どうだろうか。極端に違ったらバレると思うけど、ほが核になってたら絶対バレると思うし。わかった。成功するのかそれ。よし、頼むぞ。もうこれしか方法はない。エーリクラン、これ、なんだろうか。AD クランでいいのかな。サクの駒が俺らの危機を救ってくれるのだ。誰？そのなんたらクランって人は。なんかいまいちよくわかんなかったね、今の話は。シリュウ・ユーマ支店、第3章、連続殺人事件。よっしゃ、解いていこうか、その事件を。サリちゃんの心の傷を癒してあげなければ。まあ、レオが癒してくれるんじゃん。おはよう、ユズ。おはよう、ユーマ。おはよう、道長さん。もう出かける？ん？違うか。ちょっと待てよ。おはよう、道長さん。もう出かけるみたいだよ。区切りどころおかしかったね、今。そうなのか。お、なんかテレビに見入ってるよ。お、メール受信した。彼女からか？じゃあ、メール見てみようか。モバイルフォンの2349。エンター。メール。お、坂はくれない？お母さん？
七海の成績が悲惨なのだけど、あの子授業中起きてる？起きてますよ、大体は。大体はという言い方が。道長、ここは返してるね。ゆずちゃん。ゆうくん、リビングにゴキブリ助けて。ごめん、寝てた。かわいい。返信はできない。残念。あ、待って。あと、七海ちゃん。今日からまた朝練があるから、一人で学校に行くね。あら、好きだっていう、シュヤンのメール、仕方されてね。もう一回送っとこう。好き、だ。よし。OK。愛の告白もしたところで。じゃあ、検索とかはできないか。じゃあ、戻ってみようかな。あとは特にやれるもんないもんね。はい、じゃあお父さんに会いに行こうか。お父さん、お父さん、はい。おはよう。おはよう、ユーマ、おはよう。あの、そうだ、外食行ったんだっけ、3人で。今日は休みじゃなかったの？今晩用事ができたから先に病院に行ってそのまま旅館で待機することにした。なんかあったの？そっか、体調は大丈夫なの？ああ、大丈夫だよ。よかった、それは一安心。じゃあゆずちゃん、申し訳ないがユーマの世話をよろしく頼むね。はい、料理頑張ります。道長さんも頑張ってくださいね。ありがとう。それじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。行ってしまわれたか。皿洗いぐらいはしてね、ゆうくん。ゆうくんとか呼ばれてる。はいはい。テレビつけるね。うん。そして犯人は前回と同様に仮面とメモを残しており、警察は愉快犯の可能性があるとみて現在も調査中です。お、今ニュースで名前出るかと思ったけど、あ、ダメか、未成年の名前は出しちゃいけないのか。ニュースとかで確かこの事件の報道を朝からずっとやってるよ。もう見飽きちゃった。てたまり込んじゃった。それにしても怖いね。そうだな、それにまたあの仮面とメッセージ、もしかして明日も誰か死んだり。ちょ、ゆうくんやめてよ。怯えてる。ゆずちゃんは絶対に守ってみせる。冗談だよ、推理小説じゃあるまいし、そのうち警察が捕まえるさ。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさんす。はーい。お粗末さまでした。じゃあ先に行くね。早いね、行ってらっしゃい。今は結構学校すぐに行きたがりか？情報が更新されたって。はい、じゃあ学校行こうか。ななみちゃんが迎えに来ているかな？愛しのななみ。もう呼び捨てだからね。はい。いないじゃん！あ、そういえばなんか、あれだっけ、メールで来てたな。朝練があるからどうたらこうたらって。すっかり忘れてたぜ。いつもいる女の子がいないってなると、この人いつもいるな。で、ほら、出た！毎回進行方向を妨害してくるんだから、こやつ。嫌がらせもいいところだな。はい。もうさすがに何回も通ってるから、道は完璧に覚えてしまっている。もうサリちゃん、ちゃんと学校来てるのかだよ、結局。レオと一緒に手繋いできてるか、それとも。そういえば、あそこのアパレルってどこだったんだろう。あ、戻ってどうするって言われた。学校行く途中の道中っぽかったけど。いや、帰りの道中か。でも、特にそのアパレル見かけてないよね。左のずっと奥にあったりするのかな。行ける？行けないね。残念。じゃあ、普通に学校戻るか。なんか人だかりできてたりするんじゃない？いや、できてなかったわ。ほんと、上か。ありがてえな。絶対に覚えらんないもんな、シュウヤン、すぐには。右だっけ？あった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 。教室。みんないるか。あらら、ガラガラだね。友達ユーマ、早く作んなきゃね。お？なんか張り出されてる？なんだ？これ。お！レオ・ビスタニアはマフィアの一人。アガサ町の豪邸が本部。マジか！あいつマフィアの。あ、来た、マフィア。どうするの？てん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 。なんだよこれ。誰だよこれ貼ったの。今の反応はなんだ？お前がやったのか？違うよ、やっぱ犯人にされちゃってんだけど。俺は今来たばかりだ、関係ないよ。俺への腹いせなんだろ。こんなわけのわからないことをして楽しいかよ。おい、なんで疑われてんだよ。なんでこいつ態度でかいのてか。先に喧嘩かけてきたのそっちだしね。
返事をしないのは認めたって捉えていいのか。あれ、どうしたユーバも黙り込んじゃったぞ。俺はやってないって言っただろ。じゃあその証拠は、ごめんなさい、書のって。じゃあその証拠は、ほんと作業弱いな、シュウヤン。やった証拠だってないはずだ。堂々巡りをするつもりはない。早く答えろ。なんだこいつ。俺は、あ、先生が来てくれた。何をしているのですか二人とも。今すぐ離れなさい。先生、これ犯人知ってるか。ち、あ、ななみ、懲戒後職員室に来なさい。呼び出された。早くもあれか、退学じゃなくて停学処分食らうか。何があったのユーマ、かわいい。気にしないで、大丈夫だから。なら、いいけど、心配だよな。ごめんな、心配かけさせて。そういえば、今日はサリさんと一緒じゃないの？え？ああ、それがね。あ、これは多分担任の先生から教えてもらえるんじゃないか。シュヤン、あれで現場で、もしその場にいたら落ち込んじゃうもんね、とか言ってたらサリちゃん現場にいたわ。捜査一課のハリミヤです。どうもどうも。お待ちしていました。ハリノミヤ、ん？ハリノミヤ署のハリハラです。おー、ハリデジャブだ。かわいい。どうも、そしてこちらが、一応私の上司の篠崎先輩です。一応はつけなくてよろしいんじゃん？どうも、ん？よろしくお願いします。では、現場へどうぞ。ちょっと一応とは何よ。私は歴史とした先輩でしょうが。ちゃんと認めていないの。そうだったのですか。あ、ではいい加減その寝坊癖を直してください。すぐ寝坊しちゃうのね。今日は寝坊してないわよ。女性はいろいろと準備がかかるのよ。まあしょうがないよね、お化粧とか大事だしね。ほう、それにしてはいつもより化粧が適当に見えますし、いつもコンタクトのあなたがメガネを、だよね、メガネつけてなかったよね前は。変なところで洞察力を発揮するな。めっちゃ可愛いな、この人絶対好きでしょ。失礼、では行きましょう。はいはい。じゃあ、サリちゃんに話しかけようか。はい。サリちゃん、あれ？話しかけられない？あれ？え、嘘？話しかけられないんだ。マジか。じゃあ、奥行く。うわ、これやばくない？だいぶむごいことなってんだけど。無残ね。へえ。被害者の身元は？確認済みです。被害者は、かの、名女優、石田エマの娘、石田蓮さん、34歳です。あら。蓮ってどっかで出たな、そういえば名前。女性で蓮、いいわね。アリさんも可愛いと思うよ。娘さんがいらしたんですか。若い頃に病死されていたので、てっきりいないと思っていました。よく知っているわね。私の世代でもないのに。ん？私の母親がファンだったので、すみません、続きを。あれ、この人もしかして事件に関わってる説あるか？それは勘ぐりすぎかな。はい、次に現場についてですが、この LHK 図、なんと読めばいいんだろう。レックス。わからん。彼女自身がデザインを手掛けているアパレルショップです。すごいね。ということは、仕事中に殺害されたのですか？になるんじゃない？いいえ、レックスは、本日休廷日で、間違えた。おいしょやん、休廷日ってなんだよ。定休日です。何？新作の服を試着しに来ていたとか。あ、それはあり得るかも。その通りです。なるほどなるほど。死因については、頸動脈をバッサー行かれたって感じじゃない？血が結構飛び散っているよ。なんで変な訛り方した今。銃殺です。え、銃殺？頭部と腹部、そして右足にそれぞれ一発ずつ。むごいな。現場の状況や頭部からの出血がほとんどないことから、一発目に腹部、倒れた後に右足に2発目、うんうん、そして死後に頭部が撃たれていたことが分かりました。死後さらに発砲音を聞いたという証言は、当時真横で工事が行われていたため発砲音に気づいた者はいませんでした。あー、なるほど、工事の音にかき消されたと。よく考えてんだ犯人も。防犯カメラの映像はどうでした？正面出入り口と試着室に防犯カメラが設置してありますが、被害者以外は映っていませんでした。なんだと、また死神か。
そのため犯人は従業員出入り口から出入りしたのだと思われます。そこは誰でも入れるのですか？あ、それこそサリちゃんが入ったよね。鍵は店主の石田蓮さんだけが所有しています。バイトの方からの証言だと、各出勤時間に合わせて鍵を開けているそうで、それ以外の時間は閉めているそうです。このことからといえ、事件当時に誰か来ることを石田蓮さんは知っていたのだと思われます。ってことは犯人が身内の中にいると。なるほど。また試着室の防犯カメラに石田蓮さんが画面外にいる人物と話しているところが映っていたため、犯人は被害者と面識のある方だと。カメラの位置とか分かってる時点でもう確実に店員さんの誰かが犯人なんじゃん。その映像、私たちにも見せてもらえるかしら。従業員室の方で見れます。はーい、じゃあそっち行こうか。アリサ、行きましょう。ほいほい。へえ、じゃあ行くか。はい。あれ、動かない。あ、行けた。これ話しかけられないの、この子たちを。ダメだね、仕方される、ひどい。まあ後々話しかけられるんだろう。これ、お、見れるね。カメラが4つあるっぽいな。死亡推定時刻は14時27分。最初は楽しそうに会話しているのにもかかわらず、試着室から出た後にいきなり怯え始めましたね。お？声が聞けないのが残念ね。ですがこの映像から犯人がリープス関係者または知人であることが明確ですね。LHKs リフクス、難しいな。なんて言えばいいんだろう。 LHKs でいいかな。従業員たちのアリバイの方は、バイトの方たち、さらに関係のある業者全員、完璧なアリバイがありました。厄介だそれは。本当に完璧なの？よくあるトリックとかでごまかしたりとかは。いえ、抜かりはありません。何？よく仕事してくれている。ありがたい。となると知人ですか。範囲が絞れませんね。凶器の特定の方はどうですか？鑑識の方で現在調、か、間違えた。鑑識の方でか。で、現在調査中です。そろそろ結果が出ていると思いますので、指紋などについてもそちらでお聞きください。指紋も出るかな？わかりました。指紋出たらラッキーだよね。犯人絞れんじゃん？この部屋を少し調べたら行きましょう。調べるものなんかある？何調べる？はい。なんかテーブルになんかあるよね。これなんだ？湯沸かし器にお菓子。チョコレートはないわね。あら、チョコレート好きなのね。あとは、ここ？ロッカー。このロッカーは服だらけね。奥にあるこのピンクの紐は、紐？ブラジャー？なんで？何も見なかったことにしておきましょう。なんで？いいじゃん。別に女性だしね。従業員全員の集合写真が貼られてあるわね。ほんほん。みんないい笑顔。全員仲が良かったよね。なんてこった。そういうの聞いちゃうとなんか、殺人起こったことが苦しくてしょうがない。あ、このなんか、意味深な。なんだこれは。富永あかり、橋本さな、栗田美希。みんな女性さんだね。これを見てもよくわかんないけどな。橋本さなちゃんが、いや関係ないか、よくわからんわ。シフト表ね。至って普通ですね。欲しいって言うならすごい簡略化されたシフトだよね。そうね。はい、情報が更新された。こんなもんじゃない。他に気になるものはなさそうね。そろそろ鑑識の結果を聞きに行きましょう。はーい、そうしましょう。結果が出てればいいけどね。どれ、あれ、君は話しかけられない。正面から言ったら話しかけられるかな。正面から言って仕方されたらなえるんだけど。仕方されている。鑑識どっちだ、この人か。あ、この人っぽいね。捜査一課の方たちだね。どうもです。はい、捜査一課の張宮です。上司の篠崎ありさです。強調してきた上司を。はあ、ちょっと困ってる。凶器について何か分かりましたか？ああ、鑑識の結果、使用された拳銃はトカレフだと予想されたよ。トカレフ？なんだそれは。トカレフですか。知ってるの？トカレフ？アリサ、まさか知らな。知っているわよ、拳銃でしょ。それで、トカレフさんが作ったからトカレフ。そうなの？そういう感じなの？名前の付け方って。正解ですが、当てずっぽうですよね。正解だったんだ。ちゃんと知ってたわよ。
トカレフってのは警察とかで配られてる銃とは違うのかな。そうですか。では上司のあなたに部下の私からもっと詳しく説明しますね。強調されている。はあ、かわいいな。トカレフは過去にソ連陸軍が使用していた自動拳銃の名称です。ほんほん。その後も共産圏諸国でライセンス生産、コピー生産が行われており、日本は密輸入されたものが暴力団の手に渡り、発砲事件などもしばしばありました。あららら。らロシア製であれば、2から6万で買えるとも聞いたことがあります。安いね。意外ともっと高いもんだと思ってた。そんなに安く手に入るの？子供のアルバイトとかの給料で買えるよね。裏の相場なので詳しくは分かりませんが、そうみたいです。ですがその分現代のものと比べると品質は低いですがね。なるほどね。拳銃ってのも結構お金かけていろいろ精密な、なんつうんだろうな、作りしてるんだと思う。わかんないけど。ちなみに凶器から犯人を特定するのは入手経路が分かればいいが厳しいと思うぞ。難しいね。指紋は？従業員室でめぼしいものはいくつか見つかった。ほうほう。髪の毛も被害者以外のものが落ちていたぞ。お、やったじゃん。わかりました。ありがとうございます。ナリサ、次は第一発見者の方に話を聞きに行きましょう。お、これでやっと話しかけられるね。そうね。サーリーちゃん、サリちゃん、サリちゃん言ってたけど、リサちゃんだっけ。これ主演名前間違えてたら壮絶に恥ずかしいんだけど。キャラ名覚えるのに時間かかるよな、アシュヤン。全然ダメだね。第一発見者、の黒はサリさんですね。合ってた合ってた。サリちゃんで合ってた。はい。ちょっと落ち込んでる？千田ヶ丘高校1年の黒はサリです。はい。はじめまして、この事件を担当している捜査一課の張宮です。どうもです。篠崎です。日常とかけは、ごめんなさい。日常とはかけ離れたものを目の当たりにして気が動乱しているかもしれませんが、落ち着いて事件当時のことを話していただけますか？はい。ついででストーカーのことも相談しようぜ。あれ結構怖かったぞ。今日は所属しているテニス部の練習が7時20分に終わり、友達と少し話した後に帰宅をしました。時刻は7時40分だったと思います。結構遅くまでやってたんだね。それから歩き始めて30分後、誰かにストーカーをされているような気がして、確認のために一度引き返しました。それでもついてきたので、ストーカーだと確信し、はいはいはい。リックス、LH ケースのお店だけ電気がついていたので、かくまってもらおうと思い、お店の中に入りました。入った結果だよな。正面の玄関は開いていなかったので、隣の扉から入り助けを呼んだのですが、ほんほん。反応がなく、その後死体を見つけて警察に通報しました。時刻は8時20分。通報するときに携帯の時刻を見たので間違いないです。電話かかってきたときのに、ね、警察の方でも多分時間は控えてるんじゃないかな。死亡推定時刻から彼女のアリバイは立証されています。ふんふん。そうですか。これストーカーされた挙句ね、殺人容疑までかけられたらたまったもんじゃないよね。いくつか質問してもいいかしら。はい。まず一つ目、ストーカーをされたのは今回が初めて？今回が初めてかは分かりませんが、おそらく、いや、もっと前から付きまとわれてたぜ。一応確かめるときに撮った写真ですが、この人です。写ってる？足しか写ってないかも。割とイケメン。おい、そこか？いったー！ちゃんと空気読まないとね。真面目に。はい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 。落ち込んでいる。クロワさんは、この人と面識は？ありません。学校にいるよ、その人。そう、わかったわ。じゃあこの件はまた別で警察に相談してちょうだい。別扱いになっちゃうのか。はい。次に LH ケースの当時の状況を教えてくれないかしら。そうね。例えば外観はどうだった？カーテンが閉まっていたとか。カーテン閉まってた。すべて閉まっていました。当たり前ですがドアにはクローズドの看板がかけられていました。だね。お店の中でも私が気になるような点はありませんでした。ありがとう。他に何か気がついた点があれば聞きたいのだけど、何かあるかしら？何もないんじゃ。お、これ、この人じゃないの？ありません。わかったわ。協力してくれてありがとう。右上に来てるよね。では今日は帰っていただいて大丈夫です。後日にまた署まで来ていただくと思いますが、ご協力よろしくお願いします。わかりました。失礼します。
バイトの方にお越しいただきました。何か質問があれば聞きに行ってください。あれ、違う人か。メガネかけてないから別人なのかな。わかりました。はい、じゃあ大丈夫。あれ、こんな見た目だったよね。でもストーカーしてたやつ、でも確かメガネはかけてたからな。違う人なんだろうけどさ。わざわざ足を運んでいただきありがとうございます。捜査一課の張宮です。篠崎です。いくつか質問をしてもよろしいでしょうか。アルバイトさん、はい、大丈夫です。落ち込んでるのかこれは。まず店主の石田蓮さんについて何か変わったことなどはありませんでしたか。おとといですが、何も変わった様子はありませんでした。あれれ、彼女はあなたから見てどんな人でしたか。憧れの存在です。お客さんも蓮さんに会うだけのために来たりしている人もいました。大人気なんだね。じゃあ、なので基本的に蓮さんは接客で、私が試着室やレジなどを。お一人でそこまで。ええ、HK 図はツーマンセルで回していきます。おお、基本二人なんだ。そうですか。私からも一つ質問をしていいかしら。何か他に確信になる情報を得られるか。石田蓮さんが特定の人物を LHK 図に招き入れたりしていたことはないかしら。お、それは有力な情報なんじゃないか。知ってたら。私が知っている限りはなかったと思います。あら、残念。じゃあ恋人とかについては。それもないと思います。恋愛は嫌いだとおっしゃっていたので。何、恋愛嫌いだと。分かったわ、ありがとう。アパレルの人とか恋愛とかもね、なんかアンテナビンビンに張ってそうなイメージ、勝手なね、シュヤンのねイメージです。では我々からの質問は以上です。また事情聴取のために署にお呼びするかもしれませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。はい、わかりました。いてしまわれた。女性の方だったね。かっこいいね、あの人なんか。じゃあそろそろ例のやつを見せてもらおうかしら。例のやつと。はい、こちらが今回事件現場に残されていた仮面とメモです。 あなたの滞在はまだ残っているってやつか。あ、違う、グランドコマは滞在よりも重い。やっぱ過去の話だったね、あの人の。次はクランのコマは滞在より重いですか。ちなみにこのクランというのは、そう、それがわからない。シュウヤンも明治時代に活躍されていたコマ職人だそうです。本名はエイリクラン。あ、言ってたね、そういえば。作品にもよりますが、400万で売られているものもあるそうです。やべえ、めっちゃ高価じゃん。こわ、将棋のコマ1個でそんなに金取られるんだ。400万。トカレフは可愛く見えてきたわ。本当にな、殺傷能力あるのにな。ちなみにエイリクランと被害者の関わりは、今のところはまだ分かっていません。何、情報はなしか。本人はすでに他界していますし、エイリクランの名は受け継がれていないそうなので。あら、弟子は取ってないのか。そうですか。第一の被害者の大空武史とのつながりは、先ほど調べた限りでは石田蓮との接点は見つかりませんでした。見つからずか。現状他人ですか。迷宮入りしてくな、どんどん。ゆずる、少し情報を整理してくるわ。あらら、はい、考えがまとまったら声をかけてください。じゃあ何かしら考える。情報が更新された。どうしたらいいの。情報を整理する。情報整理してから話しかけろってことか。インフォメーション。大空崎38歳、借金を抱えたりしていた。で、鮫島セイラを、あ、これはまた違うか。ここら辺じゃないな。これか。被害者の知人で間違いない。犯人はってことだね。シフト表、これが何かしら意味があるのかな。ツーマンセルで回してるって言ってたから。まあでも基本的には2人ペアでいるのかな。多分店長が着るからね、多分大丈夫なんだろう。トカレフとかいう自動拳銃、これも特にないかな。イケメンストーカーに追われていた。そうだね、サリちゃん襲われてたね、怖かった。ここもよくわからないよな。仮面は犯人を象徴するものであり、なんとも言えないね。まあでもとりあえず時間もいいところまで来てるので、今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価いただけたらとても嬉しいです。イラスト可愛いよなこれ、何回も言っちゃうけど。はい、それではシアンでした。またね。